もう一回来ちゃったよ。フラッシュが高い。なんでコートになっちゃった。はい、行きます。健康体で健康に見れる。はい、どうぞどうぞ。フリー沸かせたけど。マジあれ。辛いことがやっぱいっぱいあったんですけど、まあその中でもやっぱ遠征が一番辛くて。遠征が始まるってなるとうわーと思ったりしたんですけど、やっぱそういう経験をしたからこそやっぱこういう舞台に立つことができたし、辛い経験がしたからこそ、まあ、最後いい舞台に出て、まあ、成長することができたかなと思います。精神面が一番、まあ、怒られても、まあ、めげないで、まあ、自分の怒られても中学生の頃はよくいじけちゃったりとかすることがあったんですけど、やっぱ高校生に入ってからは怒られてもめげずに自分でやってやるっていう気持ちを持ってやることができるようになったかなと思います。1年生の時に転校っていうのを経験して、それから半年間バスケできなくて、自分としてはそれから大会とかには出れたんですけど、怪我があって、前十字靭帯怪我して、それでまたバスケができない期間っていうのがあって、自分としては本当に悔いが残る3年間だったんですけど、成長してるときは、できたときは、やっぱり遠征で、監督に怒られるときがやっぱり自分の中では、それに負けないようにで、それを意識して負けないように、次のプレーではやってやるぞっていう。成長できたのかな。大会に最初に復帰してから出たときは、やっぱりみんなとまた大会に戻ってこれて、本当に嬉しかったというか、やっと戻ってこれたっていうのが大きいです。一番は怪我に気をつけてっていうことと、怪我したらもう練習できなくなっちゃうので、まあ、そこを怪我しないように日頃からケアするのと、まあ、やっぱり怪我してもまた復帰して、こうやって全国に行けることもできるので、怪我しても諦めないで逃げずにやってほしいと思います。辛いことの方が楽しいことよりは多かったんですけど、先生監督が練習では優しいんですけど、試合や遠征になると人格が変わるから怖いんで、そこでメンタルがやられる部分があったんですけど、こうやってウィンターカップに出れて、で良かったです。自分たちのバスケット、そこを貫いてやろうっていうのを意識してたんですけど、やりきれなかったので悔しいです。高1の時に、他の学校から今の大学1年生の先輩たちと3人と一緒に6人で入ってきました。やっぱ転校したときは本当に辛くて、まあ、あと2年間やっていけるのかっていうのがすごい心配で、まあ、全国にも出れるのかなっていうのがあったんですけど、まあ、3年になって、まあ、ウィンターカップに出ることができるから、まあ、今、高1のときは本当諦めずに頑張ってほしいなと思います。1年生の時は学校に行ったときは、本当環境も全然整ってなくて、思ったようにバスケが練習ができなかった、まあ、1年間だったんですけど、まあ、3年生のときにウィンターに出ることができて、まあ、たった1年半ぐらいの中で、ウィンターカップに出るって本当に幸せなので、そこがやっぱり、まあ今この幸せがあるから、1年生の時にもっと頑張ってるっていうことを見たいです。転校してきて、でなかなか練習、バスケができない日々があったんですけど、環境も整えなかったんですけど、2年後にはウィンターに向けてるので、また遠征でも先生に怒られてくじけずに頑張ってほしいということを。